出ました、キスバイエイトのね、はい、うん、今お稽古が終わりまして、終わりました、ありがとうございます、ね、今ちょうどね2人で出る、ね、ロミオとジュリエットの稽古がちょうど終わりました。お疲れ、今日もね、お疲れ、お腹すいたわ、お腹、ね、なんかお腹すいてってね、この人ずっと言ってるんだよね、マジでお腹すいたって、ね、そうずっと言ってる。その稽古の前のなんかダンス稽古みたいなやつでも、うん、あ、今にお腹すいたって言っても一人ごとでずっと言ってた、もうそうだとおにぎりパパパっていっぱい食べそう、そんな感じで一生懸命お稽古しておりますが、うん、まあ、今日はね途中から2人のシーンをずっとみっちりやった感じの、ずっと2時間ぐらいやってた、ね、そうね、うん、やってたけど、うん、ここはね、うん、このオブニマスの中のロミオとジュリエットの、うん、私が大西がロミオで、うん、みなちゃんがジュリエット、ジュリエットっていうやつで、ここが本当に本番のペアなんですよね。ペアなんですよね。イエーイ、本番はこの2人のロミジュリをね、私たちの会では初日か13日かな、13日って初日だ、緊張する、そう、初日公演のロミジュリは私たちが務めさせていただくんですけれども、みんなこれ気になるね、83なの。私はあともう一つ蜂の巣ダンスっていうお話のリーちゃん役に出演します、はい、なのでこれつけてるんですけど、大西もつけたいってなって今つけてんの。そう、なんか可愛かったからつけたいって言ってそうもらった。さあ、リーちゃん役はジュリエットと、まあ、全然違うのでね、そうよね、全然違うよね。そう、ちょうどさ、その B ちゃんのお稽古を大西が見ることが多いのよ、大西たちの前にやってるから。あ、そっかそっか。そう、 B ちゃんはどういう子っていうのは言ってもいいんですか。 B ちゃんはもうめっちゃぶりっ子なんですよ。やばいね、うん、言ったらなんか田中みな実さんみたいな、そう、まあ、それはいい意味、めっちゃいい意味、本当にあざとい、あざとい女の子、あざとい女の子で、なんか本当にもうみんなを虜にしちゃうようなあざとい女の子なので、それをね見れるからね、本番ではひだちゃんのジュリエットとね全然違うからね、うん、そこが、まあ、見てて面白いかなって思う、うん、楽しみにしててください、ね、うちらのロミジュリもすごい、なんか稽古していくたびに、うん、ももちゃんって演技しながらめっちゃ目を開いて、開いてた、開いてたもともと目が大きいのもあるけど、目を見てくれて稽古してくれるから、私も目を見てやりやすいし、めっちゃなんか演技がどんどんやってくれにつれて、聞いてますか、え楽しいなって思って、うん、目を見ない、ね、今日もあっという間だった、ね、一瞬で終わっちゃったよね、なんかちょっとカクカクしてる、思ったら全然悪いから、ね、ちょっと全部悪くて大丈夫かな。そう、まあそんな感じでね、うん、楽しい。大西もなんかね、この間お稽古した時にひなちゃんがいなくて、で、あ、そうそう、そう、なるちゃんのねジュリエットでやって、うん、で今日久しぶりにひなちゃんとやったんですけど、うん、やっぱね、うん、まあ、もうお二人本当に全然違うジュリエットで楽しいし、まあ本番はねひなちゃんだけのこうペアなんですけど、ひなちゃんもね、なんか急にドキッとするのよ、なんかセリフに合わせて、おえおえみたいな、そうなったりするからね、本当に。でもさ、あ、戻った戻ったよー、みんな、お待たせ、お待たせ、おかえり、あ、おかえ、ただいま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 、ごめんよ、ちょっとね端末の充電が切れてしまいまして今ひだちゃんのね携帯を使って iPhone13 素晴らしい携帯を使ってやらさせていただいておりますありがとう、ごめんね、お待たせしました。汗で、この写真は見せてもいいんですか。うん、これ見せてもいいやつだ、はい、ということでちょっと、まあ、稽古のお話ししてる中で止まっちゃったんですけど、ね、まあこのね2人一生懸命頑張っているので、ね、この2人ののろびじみも楽しみにしていてください、はい、よろしくお願いします。はい、ということでここでいっぱいね、お知らせがあるんですよ。お知らせというかね、うん、そう、宣伝させていただきたいことがたくさんあるんですけど、ね、うん、じゃあまず一つ目からはい行ってみましょうか、うん、ということで、じゃあ一つ目からいきたいと思います。まず一つ目、平日公演限定日替わり3名によるお見送り会がございます。イエーイ、お見送り会、みんな好きなやつだ。そう、しかもこれはね平日限定なんですよ、うんうん、で5月13日、5月16、5月18、5月19の昼公演、うん、夜公演、そして5月20日のこのね金曜日からこの金曜日、うん、
金曜日から金曜日から、ね、まあ1週間ですね、1週間、この1週間ぐらいの、うん、そう平日にねお見送り会もございます、うん、大西はですね5月18日の18時公演、そして5月19日の、18時公演夜公演にの時に、大西はお見送りさせていただきます、うん、ひろちゃんは、私はいません、ほらへんのいません、ほんまや、はい、全員かいる人といない人がいるね、なるとそう、じゃあ大西のお話会じゃねえか、あのお見送り会にねお見送り会ぜひぜひ、あのよかったら遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まあ2つ目ですね、うん、続きまして2つ目何ですか。2つ目は平日公演来場記念オリジナルブロマイドプレゼント、イエーイ、イエーイ、こちらです、はい、このアップのあれアップの方ね、ブロマイド、はい、こちら平日の公演にお越しいただいたあのファンの皆様全員にオリジナルブロマイドのこの写真たちを、各公演20名そうに、あれ違う違う、あ間違えた、あのこれは全員もらえるって飛ばしちゃった俺これのオリジナルブロマイドは、うん、お一人様1枚ランダムでプレゼントだって。そうだから平日公演に来たら確実に一人1枚このね、うん、そう22人のねもらえるんですけど、ね、でも誰が当たるかは分かんないっていう感じなので、うん、自分が当たったメンバーを持って帰っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。このクッキー本物だったんですよ。そう甘い匂いしたよ ね、そうこれすごいね、めっちゃ可愛いよね、なんか私もやったことない髪型してこのミッキーさんみたいね、可愛いよね、そう大西おでこ上げてる、もしも全てお任せにしたわこの時ね。でもさ言われなかった、全部お任せだったよね。うん、それでもなんかこだわり本当にここはっていう子は言ってたみたい、うん、あ言ってたんだ、そうそう我々はこんな感じで完全お任せでやってました。はい、ありがとうございます、はい、そしてですね続きまして、うん、平日公演限定投げキスキャッチがあります。こちらも平日限定ということです、ね、すごい、これはですね作品にちなんでメンバーから投げキスをプレゼントいたします。ですね終演後ステージ上にメンバーがキスマークの小道具を使って、今回はですね当選者様、うん、各公演で20名様に向かって、うん、投げキスをします。メンバーからの投げキスを全身で受け止めてください。受け止めてください。キャッチしたいだってもう全力で恩師たちもね、うん、投げキスしますので、それを全力で受け止めていただけたらいいなというふうに思ってます、うん、今回はねこれは1公演につき20名様となっております、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。では続きまして、はい、平日公演限定サイン入りパイフワイヤー、だーサイン入りパンフレットプレゼント、イエーイ、これも平日だよ、ね、はい、こちらですね、こちらです、でれん、メンバーの直筆サイン入りパンフレット直筆な、あ直筆、あ漢字がちょっとおバカさメンバーの直筆サイン入りパンフレットを各公演10名様に抽選でプレゼントいたします。イエーイ、当選されたお客様は終演後受付にてスタッフさんよりサイン入りのパンフレットこちらをね お受け取りくださいませ。すごい、これ平日に来て抽選で当たったらパンフレットもらえんや、うん、単純にさそれも嬉しいよね。てかこれね見えるかな、カークさ多分ね見えるかな、なんかね、あどうしたら見えそう、あほらほらなんかさこのキラキラキラってなんかハートが浮き出てくる、ハートがね浮き取れてくるんですよ、めっちゃ凝ってるよね、めっちゃ可愛いんだけど、ほらあそうだ、そうとっても綺麗だし、これね、うん、その公演に出てるメンバー全員のサインがここに、うん、そう直筆のやつがあるので、ここに書かれますからね、そうこれ側だけなんでね、側だけなんでね、そうこの辺に書いてお渡しいたしますので、うん、それも楽しみにしていてください、よろしくお願いします。でですね、まあ今までね今言ってきたこの4つ全部平日限定だったじゃないですか、うんうん、ってなると土日はどうなんだっていう話なんですよ。そうだよね、俺は土日行くぞっていう、土日しか行けねえんだよって人もたくさんいると思うんです、うん、その方たちに朗報でございます、うん、ですね、土日公演限定全員集合アニバーサリーライブがございます、
全員集合。そう、全員集合しちゃうの。ですね、ライブパートにて、予定の合うチーム8メンバー全員が登場するスペシャルライブを実施いたします。これはですね、まあでも平日にもライブパートっていうのいっぱいあるんですよ、うんうん、毎回全然あるんですけど、ね、でも土日だけは予定が合うチーム8メンバー全員が集まって、うんうん、そう、もうほとんどほぼ全員でライブをさせていただくっていう形になります。しかも瀬取りが毎日、毎日違う。違います。全部違う。違います。恐ろしいぐらいに違う。違います。ビビってる。違います。本当に怖いまだ逆に うちらがね、まだね、怖いね。そう、うちらが大丈夫かな、覚えられるかな。そう、なんかね、でも絶対ファンの人はね嬉しいよ。そう、本当に嬉しいよ。2日連続とか見に来たりとか、うん、まあ、2回以上見に来てくださるファンの方も毎回こう楽しめると思います、うん、違うので、うん、なので楽しみにしていてくださいね。じゃあ続きまして、はい、続いて全公演開催、うん、撮影タイム。やったー。もうこれはもうお得意様、大好きなやつですよ。お得意様ですよ、エイトの、うん、はい、毎公演、一部コーナーで撮影タイムがあります。イエイ、はい、撮影いただいた写真はハッシュタグ、うん、キスエイト、キス、そうね、キスエイトかな、キスエイトをつけて、はい、みんな SNS でねぜひ拡散してください。可愛いの撮ってほしいね。ね、漏れてるやつ撮ってほしいよ ね、せっかくだから。でも、うん、今回ね漏れてるやつ撮ってほしいんだけど、うん、高画質がいいなとかあったりするじゃない、ね、うん、でも、うん、で高画質で撮りたいって方もねいらっしゃると思うんですけれども、うん、あのバズーカー的なねよくあのよくね野外でね、そう、8のね野外の時とかに見るこのでっかいドーンっていうカメラはダメで、まあ、今回は携帯だったりこのちっちゃめのカメラ、25センチ以内のどのぐらいだろう。まあ、でもこんぐらいよね。このぐらい、あ、こんぐらいかな、でかいか、この半分ぐらいか。そうね、25センチサイズぐらいのカメラなら OK です。映るんです、でも OK ですかって、映るんです、 OK でございます。最近流行りの映るんです、最近流行ってるからねなんか一周回って。だからまあ25センチ以内のカメラで、うん、あの撮影していただけたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ続きましてラストですね、うん、ラストはですね、全公演開催、うん、お日替わりお手伝いメンバーによる前説&前座。もうこれもね、うん、まあ、8ならではって感じなんですけど、うん、まあ、前座いつもあるじゃない、うん、前説とか、うんうん、で前説はね、まあ、日替わりメンバーがたくさん喋ってくれて、うん、注意喚起とかしてくれて、でその後前座、うん、チームメイト恒例全公演でその日の日替わりメンバーのお手伝いメンバーと、の 2名かな、2名による前説と前座パフォーマンスを実施させていただくので、うん、だからこれ時間ギリギリに来ちゃうと、そこの部分もね、うん、お兄たちはぜひ楽しんでいただきたいなって思うから、う、ね、うん、ちょっと早めに来て、ね、遅れたらダメだよ。そう、そこちょっと早めに入ってね、ちょっと早めに入って前座も前座パフォーマンスも、ね、そう、楽しんでいただけたらなと思っております。これもね、うん、曲がね違ったりとか、え、違うよね、うん、バナーから当日、分かった、この、ね、これだ、こっち側のこっちにあるだ、こっち、みんなをこっちが、みんなから見てこっち側のバナーからあの買えますね、当日券、当日券が買えるんだってよそう、こっち、こっち、どっちだどっちだって、こっちになんかあるこの四角いね、ピンクと水色のやつだ。すごい、こっから押せるんだね、 URA に飛ぶってことですか。そうなの、すごい。そう、ここからね当日券が買えるそうなので、うん、今の話聞いてね興味持ったよって方とかはぜひぜひよかったらチェックよろしくお願いいたします、ね、ということでですね、うん、まあ、全ての、まあ、宣伝したいことを淡々と、うん、そう宣伝させていただきましたが、うん、じゃあ最後、うん、ちょっと何か一言あったりしますか。私はなんか前回のマジムリの時は一言二言だったので、うん、ザ演技って感じはなかったんだけど、うん、今回も本当に超長台詞とかあったり、うん、本当にキャラとかもあの B ちゃんとジュリエットで全然違うし、うん、そこでもなんか違う私を見てもらえると思うし、うん、あの何よりなんだろうな、皆さんが楽しんでもらえるように、うん、私も精一杯頑張るので皆さんもあの今からワクワクしながら待っててください。頑張りますはい、大西はですね、うん、ロミジュリみたいな感じの、うん、なんか
まず男役をするのが初めて で、うん、でロミオとジュリエットもイメージ勝手なイメージね、うん、おロミオみたいな、あおみたいな、そういう演技をするのが初めてなので、うんうん、もう西も今すごい探り探りでやってるんですけど、うん、でもすごくやってて気持ちも入るし、うん、感情も乗るし、うん、なんか本当にやっててすごく楽しいなと思いながらできているので、うんそんなねまた一味違う大西とかを見に来ていただけたらいいなっていう風に思っていますので、うんはい、ぜひ楽しみにしていてくださったら嬉しいです、うん、よろしくお願いいたします。楽しみだ ね楽しみ、本当に楽しみ、2人でやるの楽しみね。こことここってね、うん、むしろさ、うん、前回のコンサートで2人とも男役、そうそうだよね、ひだをひだをそう、なんかあのね前回の前座って言ったらいいのかな、の時に2人ともねあのダブル、それこそダブルキャストの方で、ね、男役をねやったんだよね、マハモルーマーのアコースティックバージョン、そうやったんですけど、今回はねそれがねペアになっちゃうということで楽しみ、私がもう女の子恋する女の子、もしも恋する男の子、もうキュンキュンさせます、皆さんのことを、ね、もキュンキュンさせます、だってうちらがなんかもうキュンキュンしちゃうもんね、うん、セリフ読んでて、えそうめっちゃ可愛いよね、可愛いみたいな、そうってなっちゃうから、うん、それをね皆様にもお届けできるように我々頑張りますので、すよろしくお願いいたします、ね、ということで、うん、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から読んでいきましょう、うん、ではこれだ、あれ違う、これだわじゃあまず1位の方からお願いします。はい、1位しらすアットひだあやかめおしさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして2位がけんけんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位なははんアットあやか百花さん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして4位がひーちゃん、ありがとう、あれ変わっちゃった、もう1回1位からお願いいたします、はい、1位しらすアットひだあやかめおしさん、ありがとうございます、はい。そして2位がけんけんさん、ありがとうございます。3位かっちゃんアットレストフレンズさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして4位がなははアットマークあやか百花さん、ありがとうございます。5位ひーちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして6位がライオン丸さん、ありがとうございます、ありがとうございます。7位マーくんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして8位がくんくんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位ノブアットレフトフレンズさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして10位が大西かっきアットマーク大西軍アットマークももちゃんひらちゃんのロミジュリ楽しみさん、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。イエイ。11位プリンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そして12位がケイジさん、ありがとうございます、ありがとうございます。13位エニョアットももかえのアイさん、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、ということでですね、まあ、本番まであと2週間弱かな、ないなくの13日だからもう2週間弱だ、もうそのぐらい、ね、まあでもお互いね、うん、日にちもこう合わない人とかも多かったりするので、ね、うん、まあ、一つ一つの結構大切にして頑張っていきましょう、ねね、楽しんで頑張ろうね。ということで、キスバン8楽しみにしててください、してください。ということで本日はありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ、またね、今からレッスンだね、今からレッスンだ、頑張ってきます、頑張ってきます、じゃあねー、バイバーイ、バイバーイ。